京田辺市立松井が丘小学校は、京都府京田辺市大十条西野にある公立、小学校。通称は、松松または、松池急小。学校のすぐ前に、JR 学研都市線の線路が通っている。1970年代松井が、岡や大隅が、岡が、小建て住宅地として町開きしたため、住民及び児童が急激に増えた。これにり、 1979年に大隅小学校より分離し開校した。1980年大学校の周りは住宅地はなく野原と林だった。特に裏の林には毒蛇のマムシがたくさん生息していた。校庭にもマムシを見られることがあったため、マムシ教育が盛んに行われていた。高台のため校舎から左に北山、右に東山と、 約2 5トル先にある京都市内を一望できる。そのため、夏には京都の御三送り日を見ることができる。80年代中期の生徒数は330人程度で、校舎は本校舎のみ、1学年2クラス、1クラスの学年もあった。校区は松池急1丁目、3丁目、4丁目の狭い範囲であった。 1989年3月11日、片町線の木津駅、長尾駅間の電化完了に合わせて、松山定駅が開業するまで、最寄りの鉄道の駅は、JR 長尾駅、近鉄京都線新田辺駅、京阪電車、くずの葉駅だった。当時は、JR 長尾駅へ行くバスはなかった。近鉄京都線新田辺駅までは、バスで、約30分。 京阪電車くずの廃棄までは、バスで45分かかった。1980年代の学校付近、国鉄片町線2000年代ハンドボールが盛んで、2003年度の全国ハンドボール大会では、男子の部が3位に入賞し、女子の部は、準優勝している。京田鍋大百科編集委員会、京田鍋大百科生活情報編2006年8月1日。 ありがとうございます。